マテリアルが持ち込んだのも純然たるストリート仕様。4WD とは違ってやっぱり後輪駆動のために、まあ、700馬力だ800馬力だ結構大パワー出してしまうとどうしても前に進まなかったりとかタイヤのグリップ力を失ってしまうことが多々あるのであえてそこをパワーを出さずに行くっていうのも一つの手なんですけども、まあ、そうではなく当社なんかはいかに小さな小ぶりなタービンを使って下からこうトルクがモリモリあってドッカンターボではないような乗り味にすると下からこうしっかり車が沈み込んでトラクションがかかることによってタイヤを空転せずしっかり前へ進んでくれようとしてくれることをやっぱ狙っておりますね。まずタービンが GTX の 3582R タービンですね。それからエンジンの方が HKS の87倍ピストンの 3.1 リッター仕様パワー的には約700馬力ちょっと出てますね。どんな足回りをつけてもやっぱり生かすも殺すもやっぱりブッシュがダメだとダメなのでまあ、この車なんかは全部フルピロに加入しております。重量系ハイパワー FR をアキラはどう乗る？笑顔が出ながら踏めるっていうそのくらい乗りやすかったです。足がしなやかでフロントもちゃんとしっかり入るしリアのトラクションもあるし、まあ、滑るんだけどもそこのコントロールもすごくしやすい。そういう意味じゃトータルバランスがすごく取れててでパワーは、まあ、もうちょっと上げてもよかったのかなって気がするんですけど上げれば上げるほど滑ってっちゃうんで、まあ、峠ストリートはまあこのくらいで乗った方が乗りやすいのかなって気がします。まあ、やっぱ車重あってFR っていうまあ、乗り手をやっぱり選ぶと思うんですよね。やっぱり踏める人が乗らないと、楽しくないと思いますね。でそこを引き出せるというかそのベースができるし、あるし、こういう車をまとめられるショップの力っていうのは非常にやっぱ高いと思います。ただねこう僕一つこの気になるのはこのねこの色のヘッドカバーのこの色の組み合わせがこの車に合ってないなというかこのオーナーの顔が見てみたいなと。オレンジにこれ黄色って普通の人はこういう風にしないですよね。まあ、オーナーの顔を見なかったことにして、この車非常にいい車です。